にちは、みなりんです。今回は身長172センチ、体重51キロの痩せ型の人のルックブックやっていきたいと思います。最近結構寒くなってきたので、冬でも使えるような温めのコーデを組んでいきたいと思います。ちょっとこれでやってみようかな。シャツネクタイの組み合わせ結構好きなので。半袖ですけどね、多分今の季節的にはいけるのでちょっとやっていきます。はい、1日目はお出かけコーデを組んでみました。 M65 のアイボリーを使ったコーディネートですね。でこのコーデでちょっとこだわりポイントがいくつかあるのでそれを話していこうかなと思うんですけど、ネクタイはちょっと僕すごい店でめちゃめちゃ安く買ったものなので、本当にセカストとかで見つけたら買ってみてください。黒ネクタイで合わせるときは僕だいたいリメルのゼロデニムのシャツと合わせることが多いです。半袖なんですけど一応こんな感じでレイヤードして着用してます。冬なのでタンクトップ合わせができないんですよ。ちょっとね寒いのでできないので、僕の理想ではないんですよね正直。ここ首元にちょっとロンティのこのチラ見えがあるのでなんかやぼったく見えるというか、ちょっとそこは冬は仕方ないなっていう感じです。でタックインしてるベルトは春のベルトになります。メタルのリングが2つついてるのでちょっとアクセントになってかっこいいです。パンツはリメールのカゴパンツです。春夏に販売されたものなので正直冬着用するには寒いんですけど、デザインがすごく気に入ってるので今着用してます。で2つ目のこだわりポイントがこうちょっとコーデ全体になるんですけど、中を黒で統一することですね。もう見るからに全部黒でしょう。シューズも最近買ったナイキのエアクキニっていう真っ黒スニーカーなんですけど、これちょっとねやっぱシンプルなコーディネートなのでアクセント出したいなって思ってこういうものにしてます。でラストのこだわりポイント3つ目なんですけど、タックインをしました。できる限り中をスタイリッシュに見せたいなっていう理由があったので、タックインしてあげると結構綺麗にまとまるんですよ。僕は結構タックイン合わせが多いですね。で結構防寒性が高いので今ねこの M65 の中にヒルティングライナーをつけてて、ライナー自体が軽くて結構あったかくしてくれるっていうので割とライナー単体で着用すること最近多いですね。でおしゃれ使いでお出かけするときなんかは本当にいいあったかいから、個人的にリメルのテーラードジャケットと争うくらい好きかなな感じです。まあこれでどこだろう、割と外歩くよって時とかにも使いやすいコーデなので、なんか食べ歩きとかそういう外で遊ぶってなった時に着用したいですね。じゃあ次2コーデ目組んでいきましょう。僕のちょっと最初に好み言っちゃうんですけど、テーラードジャケットとコート合わせがめちゃめちゃ好きです。はい、2日目のコーデこちらです。格好可愛い系で組んでみました。ボディバッグでここ合わせたり、白のスニーカーを使ってあげたり、キャップで合わせたりっていうのでね、割と本当にデートとかで使えるんじゃないかなって僕思うんですけど、どうでしょうか。僕このコーデで気に入ってるところはスニーカーの合わせ方ですね。コーデ自体がちょっとシンプルにまとまっていたので、ちょっと遊びというか白に赤のスケッチが入ったシューズを履いてます。でもう一つ気に入ってるところがキャップ合わせですね。これリメルとニュエラがコラボしてるお気に入りのキャップなんですけど、これ着用した時にちょっと可愛くなるんですよコーデが。だからなんか綺麗めなコーデに外しで使ったり僕はすることが多いです。あともう一個ラスト気に入ってるところがグラフィックティーで合わせてます。で中 T シャツだけだとちょっと寒いなって思ったので、さっきと同様ロンティーの上にグラフィックティーを着用してデザインが見えるように着てみました。コーデメインのコートは千鳥柄のコートです。僕はすごいこのロングコートのこの丈の長さがすごく気に入ってて、落ち感とかこの襟の形とかがめっちゃ気に入ってます。でなんか柔らかい系のパンツでもいいのかなってちょっと思ったんですよ。可愛くまとめるんだったらいいのかなって思ったんですけど、ちょっとねかっこいい要素も入れたいなっていうのでまた同じかカゴパンツにしました。これやっぱ使いやすいよな。電車とかで座ってる時にねシワがなんないのが本当に便利なんですよ。だからもうほぼお出かけする時はこのパンツですねあのパンツの中インナーみたいなやつあるか、あれ着ればいいか。ちょっとそういうので対策すれば冬でも多分着用できないことはないと思うのでちょっと探してみます。
で、このシンプルなちょっと格好かわいいコーデにはボディバッグが本当に綺麗めにもまとまるし、ここちょっとくびれる感じでシルエットの変化が楽しめるのでめちゃくちゃおすすめです。シンプルなボディバッグがいいかな、レザーの小物がいいと思います。もしデートする機会があったらデートに使ってみたいなって思います。僕がデートするんだったら髪型もちょっとゆるパーマっぽくするかな、ちょっとパーマっぽくアイロンでやってコーデ組むとは思います。このコーデの季節的には多分今がちょうどいいですね。冬の寒い日になってくるとちょっと厳しくなってくると思うので、冬の初めとか今の季節にちょうどいいと思います。で、次3日目のコーデ組んでいきましょう。3日目はモンスタージャケットをメインにコーデを組んでみました。見ての通りやっぱりブラック系でまとまったので、スニーカーは白でちょっと差し色も含めてこちらにしました。で、このコーデだとロンティーの上にニットを着用してるので本当にあったかいです。真冬でいきます。見てください、これ見えるかな、この柄がめっちゃ好きなんですよ。で、そう、これ着てて結構分かったことだったんですけど、横向いた時のシルエットが結構好きですね。このモンスタージャケットなんか綺麗じゃない。で、アンノウンのワイドパンツを選んだ理由としては、ダウンジャケットを着用した時にちょっとここがボリューミーになるなって思ったので、もう足はちょっと切れ目に行きたいなっていうのでセットアップのものにしました。で、このコーデで行きたい場所はなんかボーリングとかそういう中に行ったらあったかいってところで使いたいですね。別にボーリングじゃなくても外が寒くて中があったかいってところを行くよっていう予定がある人はこういうコーデ組んでみてください。で、次4日目のコーデ組んでいきたいと思います。ちょっとだんだん髪型が変になってきちゃったんですけど、4日目のコーデはパーカージャケットの合わせ方です。久しぶりにグレーのパンツ使ったな。今回セットアップの着用にしてるんですけど、パンツだけカラーをグレーに変えてるのでおしゃれめしてるんじゃないかなって思います。このテーラードのジャケットを使ったコーデがね、僕多分一番多いと思うのでバーって乗せておきます。こんな感じで結構シャツネクタイで合わせたやつとかは好きですね。多分僕持ってるアウターだったらブチ切りでこれが一番使ってる機会多いですね。お出かけでもバイト先に行くもこれ着てるし、マジでずっと着てますね。グレーで合わせるときはちょっと可愛い系で合わせたくなりますね。このカジュアルさをプラスしたくなったので、こういうパーカーで合わせてみました。スニーカーの選び方本当に重要だよね。なんかここまで印象変わると思わなかった僕。で、こうトップスから下に行くにつれてグラデーションがかかるようにコーデを組んでみました。特徴としてはそんな感じです。で、僕パーカーをね、推奨サイズを一つ下げて購入したんですよ。だから S サイズなのね。なんか一時期ねトップスちょっと短くタイトにまとめた方がスタイルアップして見えるかなって思って購入したんですけど、今思うとちょっと M でも良かったのかなって思います。着こなしによって S の方がいいって時は結構あるんですけど、やっぱ単体で着用するときは M の方、推奨サイズ通りがやっぱり一番いいですね。こんな感じかな。パーカーとこういうカジュアルなスニーカーですね、結構おすすめの組み合わせになってます。はい、5日目のコーデこちらです。なんか変身できそうだよね、うわーってベルトは春のレディースアイテムなんですけど、こんな感じでね、ツーウェイのベルトになってます。もちろんこのアクセントが逆にいらないよって人は取り外して中のベルトだけ使うことができるので本当に好みですね。なんかもう思いっきりガッチガチに雰囲気で固めたいときは僕も稀に使います。基本中のこのベルトが結構優秀なので、パックイン用で使ったりすることは僕多いですね。結構で少しあったかくも着こなしたいなって思ったので、中は結構独特なんですけど、リメルのロンティーの上に半袖のテーラードジャケットですね。僕結構これインナー使いするときあるんですよ。レイヤードとしてもねなかなか優秀で、インナー黒で合わせるときに結構使ったりします。でまあなかなかこれ友達とお出かけするときに使わないと思うのね。だから一人でお出かけするときとかは使うのかなっていう感じです。でもかっこいいんですよ。レイヤードしすぎたりとかしなければ大丈夫なので、中の色を黒で統一させたり、どこか小物系を統一させてあげたりすると結構まとまってくれるので、ちょっとごちゃってした組み合わせをするときはどこかを全部まとめてあげると
結構うまくいくと思います。でロングコートで今合わせてるのでちょっとスタイリッシュ見せたくてニット帽をつけました。これ可愛いんですよ。 WeGo で購入したものなのでちょっと商品名わかんないんですけど、オフっていうのが結構高めになっててね、これもたまに使ったりします。キャップの方がねやっぱり使う機会多いんですけど、たまにねやっぱりコーデに合わせて組む時もあります。でシューズはまた一緒ですね。でパンツはシャークスキンのリメルのパンツですね。これもすごい入ってます。今カラーがブラックじゃなくてチャコールグレーっていう若干こう明るめになってるものなので、暗くしすぎないコーデにしたいなって時にも使いやすいし、このシルエット僕すごく好きなんですよ。リメール結構ワイドなシルエットのものが多いとは思うんですけど、唯一ちょっと細めのシルエットなんですよね。でこの股下丈もすごくちょうどよくて、スニーカーをよく見せたい時にかぶさらないんですよね。っていうちょっと丈が短いっていうのが僕のコーデには結構刺さりました。チャコールグレーのパンツとこの千鳥柄のコートマジで相性いいので、ここをぜひ2つ持ってたらね合わせてみてください。な感じかな。あそう、あとねこれ春夏じゃなくて長袖バージョンのアンノウンのセットアップをなんで着用しないかっていうと、春夏はねスリットがでっかく入ってるんですよ。これが結構便利で、こっちだとスリットが入ってないんですね。っていうのでインナー使いするんだったら春夏のジャケットを使うっていうのが快適さも含めて結構おすすめなのかなと思います。次は6日目のコーデを組んでいきましょう。可愛くない？6日目のコーデがこちらです。ドライバースニットにブルーのデニムと黒シューズで合わせました。バケハマ合わせました。あとで、ね、このコーデで結構気に入ってるところがこのドライバーズニットなんですけど、袖取り外せるんですよ。ツーウェイになっててシャツ合わせでニットベストすごく合います。でこのドライバーズニット単体で着用するってなった時に、ここ袖の部分がレイヤードしてるように見えるんですよ。こんな感じかな。でデニムで合わせました。でバケハですね。これウィゴーのフリーサイズのバケハになるんですけど、可愛いんですよ。これもブルーデニムと合いますね。これから寒くなった時にはこれをインナーにしてコートとかを羽織ってちょっとあったかく着こなすってことは全然できます。着てて蒸れにくいのでね、本当に秋冬ちょうどいいですね。で次ラスト7日目のコーデ組んでいきましょう。はい、ラスト7日目のコーデはこちらです。ちょっと可愛い感じでまとめてみました。よくない？アイボリーのニットジャケットを着用しています。中にウールブレンドのニットを着用してるので結構あったかいです。その色彩のやつで言うとトーンが結構似てるところで合わせてるんですよ。これだとチャコールグレーとアイボリーグレーで、まあ、全体的にグレーがかってるような黒とか白では表せないこうパキッとしてない色ですね。でコーデは合わせました。そこだけだとコントラストがなんかこうないなって感じたので、スニーカーとバッグは黒でまとめました。そうすることでねまとまりが出るんですよ。こうカッカチッとするので合わせた感じです。このマフラーが可愛いんですよね。初めて僕リメルのマフラー今年買ったんですけど、こんなにいいと思わなかった。本当にあったかいしチクチクしないし、おすすめです。正直これだと秋とかのコーデになってしまうので、冬に使いたいって時はこのモンスタージャケットの黒と合わせてみてください。それだと本当に冬でも使えるくらいあったかいのでおすすめです。で今着用してるこのワイドパンツなんですけど、ダブルタックのパンツですね。僕リメルのパンツだとアンノウンのワイドパンツとカーゴパンツが2強なんですけど、それに次ぐぐらい本当に好きなパンツになってるので、これすごくおすすめです。ぜひグレー持ってたらね合わせてみてください。ちょっとこれだと女の子でもできるようなコーデですね。本当に可愛い感じに仕上がってると思います。コーデ組む時のコツとしては、僕が考えてることなんですけど、こういう感じでグレートーンでちょっとコントラストが少ないようなコーデになってしまった時は、スニーカーと小物をブラックにしてみてください。で理想を言うと、レザーとレザーでこの素材感も一緒にしてあげると本当にまとまりが出ておしゃれ見えするのかなっては感じます。まあ、好みですけどね、ちょっとそれがカチッとなりすぎて嫌だって人は、僕みたいにねスニーカーとかオールブラックのスニーカーで合わせてあげてもすごく色が合ってるのでマッチすると思います。な感じかな。
今日はいっぱい紹介したね。7コーデのうち1つでもちょっといいなって思ったものがあれば僕はすごく嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。